キャノンデールはかつて存在した1971年創業のアメリカ合衆国の自転車メーカーであり、社名はコネチカット州の駅の名前から取ったものである。現在はスポーツブランドの一つでダール・アール・エルシャ参加のブランドの一つとなっている。高品質で高性能のアルミ自転車を開発、製造するメーカーとして強みを持つメーカーであり、フレーム以外にも自転車部品、 サイクルウェアなどの自転車関連商品も製造販売していた。それぞれ業界で新たな製品カテゴリーを切り開き、積極的なプロチーム支援で業績強化してきた会社であった。UCI ワールドツアーに参加しているプロサイクリングチームのチーム EF、エデュケーションファーストドラパック P、B キャノンデールに機材を提供している。自転車製造の主力は、 人件費の安い中国、台湾での大量生産が当たり前になり始めていた頃、キャノンデールはアメリカ国内でのフレーム生産、販売をセールスポイントとしてきた。フレームに見られる、ハンドメイドイン USA という文字の通りたメーカーとの差別化を図った。自転車の設計においても独自性やユニークさをアピールしており、キャドやリフティなどがある。 今では当たり前になっているリアにサスペンションを持つマウンテンバイクを初めて量産したのもこのメーカー。多くのライバルメーカーよりも先んじて、キャノンデールは1984年にマウンテンバイクを発表。先進的なデザインと技術をリードすることで短期間での販売増につながり、平均で年20%の伸びを記録したこともあった。全株子会社はキャノンデールヨーロッパ BV。 キャノンデールジャパン経 k がある。1996年7月には、キャノンデールオーストラリア対リミテッドを設立した。キャノンデール製品は60カ国以上で販売されている。キャノンデールの創業者、ジョン・モンゴメリーは、生き様を大きく変える経験をした。大学を中退して、カリブで船員となって、すぐの航海で、雨と、強風、15フィートの高波にあった。 船は沈み、海中に放り出され、サメが徘徊する海の中で一夜を過ごした。その後、チャーター公海で知り合った友人から、ウォールストリートのアナリストの就職を紹介された。そこで、小規模な事業者が、どのように資金繰りをしながら運営し、様々な問題を乗り越えるのかを学んだ。それらで得た知識に加え、生まれ故郷オハヨの農場で過ごした、幼少期の経験。 また機械好きかつ現実的な性格を生かし、後の事業を試案しているうちに、飛行機や船のマストには、木材よりもアルミを使う方がいいのではないかの着想を得た。また、アウトドア好きなモンゴメリーは、アルミ製の自転車は、当時一般に使われていた鉄製の自転車よりも軽く、よりスピードが出せ、特に上り坂では有効だとの着想も得た。最初は、 キャンプ用品の事業を起こそうとしていたが、さらに自転車に絞って考えた。理由は、当時の自転車業界が、他の機械工業に比べ、技術的に遅れていたこと。つまり、先進的な自転車製品を打ち出せば、市場を切り開けると思ったからである。さらに、流通が古いやり方のままで、改良の余地があること。自転車はメーカーから、卸業者へ。 そして販売店を経由して顧客へと渡る古い流通形態だった。モンゴメリーは技術革新に流通変革を加えれば自転車にこそ長期はあると確信した。1971年会社設立。名称はコネチカットの駅キャノンデールから名付けたが、創業当初は自転車を作るまでには至らず、資金がそれほどかからない自転車関連製品の製作から始めた。 対企業向けとしてバッグやウェアを作り LLB 員のカタログなどで販売したことで資本強化を果たす。次にパートタイムで働いていた従業員6人と共に子供を乗せられる自転車のリアカーを開発して発表。名前はバガー。小さな子を持つ自転車好きの親に人気を博した。この商品でキャノンデールは初めて年間100万ドルを売り上げた。次に キャノンデールは販売店との関係強化に乗り出した。スタッフが販売店に出向いて、講習や販売サポートをし、より顧客との関係を強め、直接、どんな需要が存在するのか聞き出した。さらに中間卸業者を廃したことで25%ほどのコストを削減でき、これも価格で顧客に還元した。また世界中で自社が選んだ、販売店のみで販売する戦略を取った。 それらを用いて、顧客の注文の段階から、精緻な製造、販売管理を行えるようにした。1983年になって、初の自転車を発表。先進的な体型アルミチューブのモデルで、他のアルミ製自転車に比べて手頃な価格だった。この製品がヒットし、売り上げに昨年度より700万ドルを上乗せした。1984年には、 初のマウンテンバイクを発表。幅広のタイヤ、直線的なハンドル、オフロード志向のデザインを採用。他社が追従して、アルミ製モデルを商品化したが、キャノンデールは、さらに多様な車種へと技術革新を推し進め、マウンテン、レーシング、ハイブリッド、ツーリング、スペシャルティといったジャンルの製品を展開。その後もアルミフレームの自転車を進化させ続け、 業界をリードした。キャノンデールは以下のように自社の優位性を宣伝していた。ほとんどの自転車会社が極東メーカーで作ったモデルを販売しているが、これは互いに同じようなフレームのコピーを販売しているも同然だ。キャノンデールはオリジナルの開発で特許を保有しており、アメリカ国内で手作りしている。我々のフレームは他社の火で炙って脆くなった金属とは異なり、 ハイグレードのアルミ製で航空機で使われているものである。コネチカット州ジョージタウンの本社開発部でカナダドルを使って設計し、このデータをペンシルベニア州のベッドフォードやフィリップスバーグの工場に転送し、コンピュータ制御のハイテクレーザーで設計通りにアルミが切断され曲げられる。これでキャノンデールは開発と製造の所要機間を最小限にした。 12万5000平方フィートのベッドフォード工場には23エーカーの土地があり、ここが自転車とウェアの主要生産拠点となっている。またここはカスタマーサービスの拠点でもある。4万フィートのピッツバーグ工場は12エーカーで、関連商品やウェアの一部、自転車の補助部品を製造している。マウンテンバイクの人気が海外でも伸びてきたことから、アメリカの自転車会社として、 初めて海外に展開し、先進的なアルミフレームで世界的な評価を受けた。ヨーロッパではアメリカがマウンテンバイクの聖地だと考える人が多く、マウンテンバイクの評価についてアメリカの報道機関が何て言うか注目しており、キャノンデールが良いというアメリカでの高評価がそのまま、販売増につながった面がある。百九十一年にエレベーションサスペンションテクノロジーを発表。 これをマウンテンバイクのリアサスペンションとして使い、アクロでもタイヤができるだけ設置できるようにした。また、アルミ芯にカーボンファイバーで表面を覆ったフレームの開発などのさらなる自転車の先進性をアピールした。他にも、アルミ缶をリサイクルし、乗着させタイオニージが53%、向上しながらも通気性のあるジャケットの販売、ベルトで体につけられる。 バックなどの先進的な関連商品を出した。1994年1月から、ボルボ、キャノンデールは、マウンテンバイクレーシングチームの共同スポンサーとなり、広く知名度を上げようとした。最初のシーズンの1994年世界、マウンテンバイクチャンピオンシップで、金メダル2個、銀メダル1個を獲得した。1995年には、タイマックスキャノンデールロードレーシングチーム、 ニューバランスキャノンデールトライアスロンチーム、キャノンデールワールドフォース BMX チーム、そしてツールで非常に有力なチームだったセイコプロロードサイクリングチームなどに、機材提供やスポンサードを行っている。チームは、キャノンデールの自転車に加え、サイクリング用アパレルも宣伝してくれる。1997年度のウェアや、アクセサリーやコンポーネントの売り上げを15%と、見積もっている。 ジョー・モンモ・モメリーは、キャノンデール創設来の会長、社長、ー CEO。大量に自転車販売しようとは思っていない。つまり、中国製ほどは販売しないということ。私たちは自転車界のメルセデス・ベンツになりたい。ボルボやポルシェでもいい。と成功の秘訣を述べる。1997年に高性能スポーツ用車、椅子の一連のシリーズ販売される。 これは障害者アスリート向けのもので、最初のモデルは開発に7年かけた4輪、フルサスペンションオフロード用。他にも独特の推進システムを備えた、クロスカントリーやダウンヒル用、他にロードレース用、テニス、バスケット用、軽量汎用がある。モンゴメリーの参入同期に、息子のマイケルが車椅子使用者であることも影響した。 軽量車椅子市場が年400万ドル市場となることも願っていたという。当初の目標は世界の車椅子市場で1割を取ること。障害のあるアスリートがより生きがいを持てるような素晴らしい機会と感じてもらえると思う。キャノンデールがアスリートにインタビューしたところ、スポーツ用車椅子は医療関係からではなく、スポーツ店での購入が多いという結果にもなった。 1994年から株式公開を行った。1996年に増し、これにより売上と利益が最高となり、前年比約20%増。本社より10マイルほどのベサルにより、大規模な工場を建設。モンゴメリーは、会社の待合室で休憩するだけではなく、自転車に乗ることも進めていた。ストレスを発散し仕事に邁進できるようにするだけでは、 なく、社員みんなが、キャノンデールの最新の開発に文字通り、乗ることを許していた。12人の開発者はより自転車を軽量に、頑丈に、高速に、そして快適にしていた。スピード is our friend、スピードが友達がモットー。この4ワードは、世界的なトッププロサイクリングチームへのキャノンデールのサポートを表してもいるが、メーカーの姿勢としては、目にも止まらぬ。 素早い開発プロセスを行う公約とも言える。スポンサーとなっているライダーと開発スタッフのひらめきを素早く技術的に優れた商品に結実させること。世界一の自転車会社でありたいという情熱を持っていた。一お客様、販売業者お互いを尊重します。二先進的な商品を途切れることなく開発し続け、提供し続けていきます。三常に改良し続けます。 4細かいことにもこだわります。5裁量の販売店だけで販売します。6社員が無駄なく適正に働くように会社を運営します。2003年にはモーターサイクル事業にも乗り出したことが、あだとなって経営危機に陥り、連邦倒産法第11章を申請して、事実上倒産、モーターサイクル部門の閉鎖と経営陣の刷新を行った。新経営陣のもと、 それまで、堅く何に守っていた、アルミのキャノンデール、メイドイン USA というイメージから脱却し、現在は、他のメーカーと同じように生産を、台湾中国など海外に移転、フレームのカーボン化などに対応している。キャノンデールバイシクルコーポレーションは2003年からの、会社で、破産後投資会社、ペガサス参加となってから、新たに設立されたものである。 4年で再建されて20億ドルと交換で、投資会社として売却。2008年に、カナダに本社を置く、アメリカ企業のドレル参加になった。再建を果たしたマットマネリー社長は、ドレル参加で引き続き CEO である。新 CEO は同じドレル参加となった時点から、パシフィックサイクルの CEO を務めた、ジェフ・フレナーが就任した。2009年4月からは、 サイクリングスポーツグループと名称変更。衆院、GT、マングース関連部門は、キャノンデールのコネチカット州、ベッセルに移転となった。キャノンデールの自社フレーム生産は終了し、アジアへの外注生産に完全移転も決定した。キャノンデールは、ドレルインダストリーが買収。2010年現在は、ドレル参加の自転車部門ドレルレクリエーショナルレジャー社の、 サイクリングスポーツグループ社のブランドの一つであり、会社組織的なキャノンデールはすでに存在しないが、会社登記上は残っている。ダール・アール・エル社参加には、CSG 以外に量販店向けのパシフィックサイクルグループとすごいアパレルをベースとしたアパレルフットウェアグループがある。CSG では他に GT とシューインとマングースを取り扱っている。シュウインやマングースは量販店や、 ウェアもあり、貴族ブランドは、CSG でも実際の商品としては、PSG やアフグが扱う商品に付けられる、ラベルとして使用されることもある。スパーシックスキャド10回900フーリガン2019年、現在の車種は以下の通り、ありがとうございます。